はい、皆さんこんにちは、タートルです。毎週木曜日、6分間の田畑トレーニングを一緒にやっていきましょう。すごくきつい田畑ではないんでですね、一緒にやっていきましょう。20秒動いて10秒休むっていうのをですね、12回ほど繰り返していきます。6種類のメニューをですね、2周回りますんで、一緒に頑張りましょう。ではいきます。3、2、1、GO！ まずは、太ももをですね、しっかり高く上げていきましょう。手の位置をできるだけ高くして、そこに足が上がるように走っていきましょう。10秒間深呼吸しましょう。次はジャンプジャックです。いきましょう。20秒です。できるだけ手と足を速く動かします。次はジャンプバーピーです。バーピーにジャンプを入れます。徐々にね、息が上がってきますね。次はシットアップバーピーです。シットアップしたらジャンプです。次はプッシュアップのジャンプバーピーです。次はダッシュです。できるだけ速く。これをあと1周頑張りましょう。もも上げです。いや、徐々にね、息が戻らなくなってきましたね。頑張りましょう。息がね、戻せるのはここが最後かと思います。頑張りましょう。あと3種目頑張りましょう。シットアップバーピージャンプです。ズボンが脱げてきた。ズボンが今度はプッシュアップジャンプバーピーです。ラストダッシュ。ラスト。手を速く振ると足が動きます。オッケーです。お疲れっしたー。はい、皆さんお疲れでした。またね、木曜日に田畑載せますんで、毎週木曜日ね、一緒に頑張ってもらえたらと思います。まあ、6分間ですけどね、まあ、息がね、しっかり上がるんでですね、まあ、脂肪燃焼効果がね、とても高いです。まあ、タイミングとしてはですね、朝が一番です。朝はですね、カロリー不足になってますんで、朝を行うことでね、脂肪が燃えやすくなりますんで、よかったら、木曜日の朝ね、木曜日じゃないな。よかったら朝ね、やってもらえたらと思います。何度も見ながらですね、やってもらっても結構ですので、まあ、毎週木曜日だけじゃ物足りない方はですね、木曜日から木曜日の間のどっかで、また田畑をね、してもらえたらと思います。頑張った方はグッドボタン、コメント、そしてね、何日丸みたいな感じでね、コメントに記録してもらえるとね、それが習慣になってきますんで、そうなるとね、やらないとこう、もやもやするっていう感じになるとね。まあそれはもうね、痩せていける証拠なんで、頑張ってもらえたらと思います。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。